桜咲く、ありがとうございます。星。みんなこんばんは。今日はね、遅い時間にできました。昨日できなそうだなって言ってたんだけど、できた。今日から1週間だったかな。うわ、わかんないこれ。わかんないけど今2位らしい。どうやって怒るんだろう。ちょっと多分ね、10月3日とかまでだった気がする。約1週間ですね。ダイル星ありがとう。お疲れ様です。私一時期これ枕にしてた時期あんだよね。これ枕にしてたの数ヶ月間。 5ヶ月ぐらい、半年弱これにしてたんだけど、これぺっちゃんこになった。今は普通の枕使ってます。ケンケンだるまありがとう。あ、10月6日までだって。結構長くない？今日30でしょ。1,2,3,4,5,6、 あ、ほんとちょうど1週間だ。1週間だったよ。確実に私が1週間3週間連続配信になることが確約されてるってことだ。みんなやっほー。よいしょ。こんにちは。毎日配信できそう。するしかなくない？するしかなくない？ゴーゴー。するよ。するする。あの、いける時間にする。全部。何のイベント？なんかね、アバターをね、みんな欲しいって言ってたから、アバターを30万ポイントでもらえるんだけど、あと29万ポイントで、1位になったらなんか枕とかもらえる。3位まで枕もらえるんだけど、1位だと2万円相当の枕がもらえるらしい。なんかね、期間長いと思ってこれ始めたんだけど、言って1週間でした。いや、ありがとう。何日連続配信してるの？13日目。今1位は秋葉原の観光マップに。何それ、観光マップって。何、広告載せれるの？結構いいじゃん。クレイジービートハート、ありがとう。秋葉に私が乗るってことですか？ダンベマーボーハタ、ありがとう。みんな投げに来てくれてありがとうございます。タヤピありがとう。そう、なんかね、戦ってる子が誰だかちょっと全然誰もわかんないんだけど、見てない、見方がわからない。ショールームのね、見方がわかんないの。シノン、本当ありがとう。なんか本当に最近マジで寝れない、昼寝もできない。今私の広いベッドでミルクが一人で独占しています。金源星ありがとう。ちょっと待ってね。ケンハートありがとう。やばい、うるさ。あ、なんで守んだ、こっちか。うわ、1位になったって。みんなみんなすごくね。こんな、5分ぐらいしか配信してない。キンキンそそる。よい、ありがとう。タヤッピー星ありがとう。
まあ、ゆるくやっていこうかなって感じなんですけど、あのみんなが思った以上に天才ですね。アバターできたらアバター変えるわ。おマジで嬉しい。みんなアバターさ作れたらさ、みんなで変えようよ。あ、まだ2人しか配信してないのね。なるほどね、それはそうやわ。じゃあめっちゃ話しとかないと。じゃあ謎のイベントだと思うじゃん。じゃあアバター、みんなのこのアイコンのアバターを変えれるんですよ。私がなんかセルフで描けるの。安眠女子寝れないからちょうどよくない？ちょっと寝れないからちょうどいいじゃん。ひろまつさんありがとうございます。マジ寝れない。そうそう、みんなでアバターお揃いにできるので。あ、じゃあ忙しいとかじゃないんだよね。なんかマジで寝るのもったいなくて寝れないんだよね。ずっと寝てたくせにって感じなんだけど。枕は硬め、硬いの好きじゃないわ。硬いの好きじゃない。硬すぎんのはダメ。最近なんかストレートネックを直す枕みたいなやつを買ったんだけど、直んのかが分からん。ストレートネック直し。みんななんか 本の上で寝てるとか変なコメントばっかしてくるけど本当かわかんない。1日3時間、え、わかんない、ないんじゃない。え、あるのかな。え、なかった気がする。いや、あったとしても3時間以上やらないと思うけど、できる時間にお仕事と、お仕事も併合一緒にしながらなので。横画面にしたら全然なこと出てきた。あ、ほんそう、私このなんかね、イベント詳細が出てこない。オリジナルアバター制作獲得制作権獲得だ。獲得得あと28万ポイントだって。幸先長いなん？幸先いいなとか言うんだよな、こういうの。だから先が長いなだ。こんにちは。これは私が UFO キャッチャーで撮ったやつ。なんかお姉ちゃんと UFO キャッチャーで1000円ぐらいで撮れたんだよね。あやみちゃん遠隔すぎない？そう、制限とかないと思う。なんかアイドルイベントとかじゃないから、なんか結構あの個人のそうイベントだから、頑張ればアバター作れるよみたいな感じなのかな。30万ポイントって結構だってね。でも年の B 自体マジであの50万ポイントとか達成したよね。あのお肉お肉めっちゃ高かった気する。ウイスキーバラありがとう。ね、制約はなさそう。次発表した後できないだして、え、マジで嬉しい。ってことはじゃあ17日のイベントで会いに来てください。全部つなげます。17日ね、会えるのでぜひ会いに来てくださいよ。リスキだるまありがとう。ショールームイベントは和歌山以来。そうだね、私イベントやらないんだけど、この個人のアカウントになってからあれなんよ、
アバターが全部こう NNB のやつになっちゃってるから新しく変えたくないっていうのでちょっとやってるんだけど、あれだよね、 NNB のさそういうさイベントすごくない？やばやばやばいぐらいみんな課金してくれるすごい、なんかカード額とかやばそう。申し訳なくなるから私は本当にやりたい1回しか出なかった。1位になったら告知広告枠、え、なんかあれでしょ、あの 秋葉原広告マップみたいなやつじゃなかったっけ。やって大丈夫、17日ね、まだねどこでかは決まってないんですよ。ただ一緒に写真撮れたりするお話とかもできるイベントになってます。今ねアイドルやってる子と一緒にイベントやるんですよ。あの一緒に撮影で一緒になって仲良くなって、あのその子の事務所の方が主催でやってくださるんですけど、ケイヤンかわいいのギフトありがとう、メマオケイスケありがとう、ユユもありがとう。マジで私同じ曲ばっかり今 YouTube で聴いてます。で私だけでね多分きっとあの絶対アイドルやめないでと、これ沢さんの元彼女に皆様へみたいなやつ私だけで1万回とかやってるマジで毎日4回ぐらい聞いてるから。はじめまして、なくしてこないで、これ見てちゃんとね手ついてるんだよ、可愛くない？ほらウーパールーパーです。これはそうだよね、そうウーパールーパーのぬいぐるみ、くしゃみです。やっぱ前髪飛んでった。チケットはいつ頃発売ですか？詳細が10月頭の方に出て、その詳細を見て購入していただくのはもうその後です。何時まで配信するか決まってる？特に決まってないけど、あのなんかランキングとかいろいろそれ次第って感じです。ただ私そんな遅い時間やらないので、そう22時以降はねやらないっていう約束なので、まあまあイベント最終日とかはいるかもだけど、私は割と早い時間帯でやる感じです。初期の生写真ポーズ、そうなの、あれ普通にさこういうのやったつもりなんだけど、私の手がカンナになっててなんかウバルバみたいだよねみたいななったんだよね。懐かしいね。アキラ 2% ありがとうございます。あと 100% じゃないんだあ、みんな教えてくれてる、やばい、ありがとう。21時59分まで、あ、じゃあいいじゃん。
助かる。みんなのパワーがすごすぎて1位だよ。あ、でも意外と近づいてきてたわ。よいしょ。足痛い足痛い足痛い。スキッチマウスドゥ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 うん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 バンバン。鼻炎じゃないんだけど花粉かも。そう、そうなんだよ。嫌なんだよね。なんか最近にひどいんだよね。富士山ハートありがとう。マイコちゃんハートありがとう。ね、なんかこれ怖いよね、こっち向いてて。いや、なんか顔もろこうしよう。めっちゃ私のこと見てるように見えるよね。5000ポイントくらいさ。あ、そうなんだ。すぐ越されちゃうね。ありがとう、マイクちゃん。ヤングラのお題、14年前の自分にメッセージやってけど、14年前って二十歳でしょ？6歳？なんて書いた？なんて書いたかな？日焼け止め塗れとか書いてたかも真っ黒黒好きだったの、マジで。マジで写真見せたいぐらい真っ黒。アキラニパー気づいた。赤い水性のペン、ありがとうございます。なんか今になっても考えなきゃいけないっていう6歳の頃でしょ。マジワンパク小僧だよ。あとなんかさ、ディズニーの1万円ぐらいした麦わら帽子があったんですよ。多分家族はこれ覚えてると思うんだけど、今ないか。どこ行っちゃったか分かんないんだけど、一回かぶったっきり使ってないめっちゃ可愛いやつがあったのね。なんかリボンとかめっちゃついてて、ディズニーのやつだからなんかめっちゃ高かったんですよ。高くて可愛いんだけど、まあ麦わら帽子ってさ、使い勝手があんまりないんですよ。しかもね、私子供なんだけどさ、大人用だからもうこんなでかくて普通に。で結局今も、まあ、今もしあったとしてもちょっと使い勝手がないんですけど、なんかそういうのをおねだりしまくって、デザインが可愛かったから。でもほんと1万円ぐらいするのになんで買ってくれたんだろうってずっと思ってる最近。それこそ6歳とかそれぐらいの年齢だった気がする。まあバラありがとう。アバターを見に来ました。そう、アバターね、アバターを作るためのイベントを今しています。あ、作ろうだとそういう風に勘違いしちゃうかもしれないな。そうね、イベントでね、アバターを作るために頑張ってます。よいしょ。ね、マジで視線怖いよ、ね、打ってしたいここにも視線感じるから。アバター欲しいときにさ、あ、そうしよう。アバター、小学生のエピソード、マジで記憶ないけど、小学生か。あ、わかった。
国旗ありがとう。あのね、携帯を小学校4年生の頃になんかお姉ちゃんが使ってた携帯をあの外で使えなくなってるやつあるじゃん、 Wi-Fi がないと使えない携帯みたいなを使ってたっていうか、なんか自慢してたんですよ。放課後もう一回遊びに学校に来た時は携帯持ってきて OK だったんだけど、あの普通に小学生の頃は携帯授業の時とかはダメだけど、遊びに来た時はなんか携帯持たせて OK だったんだけど、小学校あれは3年生の頃に 4S を持ってたんですよ私。あのちっちゃくてちょっと重い携帯あるじゃん、あの携帯めっちゃ自慢しまくってて、音楽はなんか流せたんですよ Wi-Fi なくても。だからマジ大音量で音楽流したりめっちゃ生きてた本当に。でも今さ、今ってマジみんな持ってんじゃん、なんか小学生とかがさ、この間なんかサッカーやってそうな男の子が首から多分14プロかなとか下げてて、うわやばーと思って、キッズ携帯じゃないんだと思って。ケンキャメ、ケンキャありがとう。今時もうキッズ携帯とかじゃないよね。何それ、何ごっこ。いやだからさ、私もさキッズ携帯周りは持ってた子いたけど、私はそのお姉ちゃんの全く LINE とかできないスマホだったから、まあ、レベルで言うとあんま変わんないんだけど、なんかキッズ携帯じゃないから普通にマジで生きてたね。え、音楽流せるとか言ってえ、流せる、今これ気に入ってるんだよねとか言ってたマジで。でそれからその携帯やめて、Android の薄いタブレットみたいになったんですよ私の携帯が。そう、それはずっと使ってたけど、なんかぶっ壊しまくってたずっと本当に。カメラの画素数、え、それってやばいのかな。ヤニバハタ、ありがとう。え、そう、なんかねめっちゃ新作を買ってもらったんだよパパに。で本当に薄かったの。なんかみんなが知ってるさ、編集アプリとかで使うあの Android じゃない iPhone とかのあの太い重いのじゃなくて、めっちゃ軽くて薄いのだったので、ずっとあれでマイクラとかしてたんだけど、中学1年ぐらいまであれだったのかな。そう、小学校から中学1年ぐらいまでそのアンドロイドのそれを使ってて、途中で2個持ちになったんだけど iPhone 買ってもらって。でね、なんかねこうやってくっついてんじゃん、ここが剥がれて中の機械めっちゃ見えるとか、そういうなんかどうしたらそうなるみたいなぶっ壊ししてて、でも落としたりしてるわけじゃないのに。私だから本当に3ヶ月に2回ぐらいパパに、あ、ごめん壊したみたいな言ってた修理に持ってって何日も使えないみたいな、マジでやばいよね。いつ私なんかそれね、外れちゃうの、なんか何もしてないのに普通にやばい壊し方してて、昔ねめっちゃ物壊しまくってたんだよね。なんか特になんかそう使い方が悪いとかっていうよりかは、なんでか分かんないんだけど、あの 3DS とかもめっちゃ壊れてた。次壊したらがなんか修理行かないとか言われてた記憶あるなんで壊したんだっけな、なんかあのブワーって出てきちゃうやつ、線とか。電子機器は本当私ダメだったね昔から。
最新の画素数4800、え、やばモザイクレベルやばいそうなんだ。マンハッ、ありがとう。 3DS は私あの動物の森コラボのやつでした。そうだからね、ちょっとね、あのカセット入れなくてももともと入ってるやつ、ちょっと高いやつでしたでくまモンの 3DS ケースつけてた。たまに無償にやりたくなる時もあるんだけど、私めっちゃカセット持ってて、ハンターのカセットとか。まだ現役、え、まだやってる？やりたいんだよね。なんか最近さ結構過去のものとか流行ってるじゃん。え、私くまモン大好きだったんだよ。結構くまモン好きって本当に結構ガチな話なんだけど、みんなに疑われてる。待って、ミルクすごい、うる、え、いびきうるさって言ってるあ、じゃあモンスターハンターじゃなくて逃走中の方です。逃走中あれ結構カモだと思ってたけど毎回捕まってたわ。そう、あとなんだっけな、何やってた。何やってたかな。あ、でも動物の森とかマリカはやってなかったんだよね。なんかさ、スイッチになってからもうついてけてない。スイッチ前ぐらいからついてけてないんだけど、だからなんかあの誰かの家にスイッチとかあったらめっちゃ食らいつくぐらいやってました。スイッチあんのガチとか言って、スイッチ高いしすぐ私ゲーム飽きるから。あ、トモコレやばい、懐かしすぎる、くしゃみ出そう。ごめんなさいって言って振られるやつでしょ。トモコレそうだよね。あ、それトモコレか、懐かしすぎる。なんか今だってラブ&ベリーとか流行ってるよ。私はあんまりあの覚えてないけど、ラブベリーは。 Wii もう捨てたんじゃない、あんのかな。ただあったよ、まだあるか。キラにパーハタありがとう。Wii でゲーム機、あ、終わったんだ。 Wii 楽しかったよね。 Wii で私もとね、飛び出せ動物の森じゃなくて集まれ動物の森とか、なんかその名前変わってたの。あ、ラブベリーのカード私のお姉ちゃん集めてたかも。サトルハットありがとう。エイジサムシありがとう。打たれた。スイッチになってからね、そう、何も分かんない、何もやってない。なんか進化しすぎてないのが逆に面白かった説ある。まあハートありがとう。正解、征服。昔のやつってでもなんか今無償にやりたくなったりするよね。私もそうなんだよね。なんかでもなんかゲームやるとさマジで止まらないからね。すごい見られてるから。こんにちは初見さん。
やばい、アイス食べたいけどアイス食べたらお腹痛くなるからやめよう。今14歳の子いるのやばくない？普通に若すぎ。スーファミって知らないんだけど。でみんな怖いって言ってるから怖いって言ってる。普通に可愛くしようぜ。え、何がこれ、ちょっとこれ横向いてんのが怖いんだよね。こうやってやってるとほらどこまでもこっち見てくる感じ。こうやってしてたら可愛い。ときメモって何だろう。12歳やばい、若すぎ。12歳でさアイドル始めてさ、やばくない？そんなステージ立つとか、小学生でステージ立ってるってことでしょ？考えられないんだけど。私小学生の頃スマホ壊してたでしょスマホ壊してた私とさ今めっちゃアイドルしてるってやばくない？え、なんか小学生でアイドルの概念がなかったな。なんかすごいよね。恋愛シミュレーション、え、30年前の、すごっ。じゃあマジとか使わないんじゃない？最近の用語使わないんじゃないかな。アイマスクもらえるの？そうなの？そうだね、こうつけとくわ、こうやって見ちゃダメって。アイマスク持ってないな私。ゲームボーイ、わかんない、全然わかんない。最近のみんなのネットフリックスのおすすめとかないのかな。ネットフリックス入ってるんだけど、あの見終わったんだよね。ちな地面師は見ましたよ。地面師は見て、もう気になるのがねないんですよ。なんかないかな。ねえ、ゲームボーイわかんない。携帯ゲーム、あ、携帯ゲームとかも私全然やらないんだよね。一旦テトリスにハマってた時もある、一時期。あとは携帯ゲームか、あ、それこそマイクラだよ。マイクラはずっとやってた。中学生から始めて1年ぐらいやって飽きて、あ、2年ぐらいやって飽きて、また一人でやってた時期もあって、この間1年半ぐらいハマったみたいな。今はやってませんすぐ飽きるからです。S 大村2ありがとうございます。ハート、あ、じゃあ星だ。なんでハートって言ったんだろう。あ、つむつむもね一時期ハマってたよ。未来さんとずっとハート送り合いっこしてた。いて、よいしょ。マイクラ何するゲームだろう。とね、なんか自分でお家作ったり
なんか結構作る線の人もいれば、建築とかをねやる人もいれば、冒険めっちゃ行ってダイヤとか手に入れて装備めっちゃ固める人もいて、で一応なんかそういうボスみたいのもいるんですよ。で最近新しいなんか場所ができて戦闘体制整えていったりします。なんか戦ったり作ったり、基本なんか結構何でもできる。あと土地無限だから、そうなんか自分流の家とかも作れたり、あと村人とかもいたりする。栄光号ずっと余ってたんだけど。マー君だるまありがとう。はじめまして。もうマイクラ楽しいけど、なんかやること終わっちゃうとね、まあいいやってなっちゃう。画面用意しなかったけど、私あのマイクラしててあのマイナスだったことが一つだけあって、なんか洞窟が死ぬほど続いて探検してたの。ダイヤ欲しくて探検してたら一生終わりこなくて6時までやってしまったこと、あの本当に あとちょっとが続いて1時間余裕で越すっていう。時間めっちゃ使われるからマイクラね、ほんとみんなみたいに忙しい方には向かないです。実力系でいてさんありがとう。お100キラキラありがとうございます。ダメですか。そう時間がねなくなっちゃうんで、ゲームをもうしないっていう技に入ってます。私は何かつむつむハマってたんだけど、あの友達に点数負けてからもういいやってな。私いつも2位をキープしてたんですよ。未来さんが上にいて、あきら先生がめっちゃ強かったんだよね確か。懐かしい。なんかあきら先生はねずっとねメンバーの前でねつむつむ披露してた。めっちゃおもろくない？つむつむ披露してて、みんな公演前とかでえすごいとか言うんだけど、本当にすごいんだよ、本当にすごいんだけど、だんだんみんなまたやってるわとか言い始めてた。また見せつけてるんだけどとか言って、しかも結構ガチなんだよね。だからなんかつむつむ中に話しかけると結構マジであの嫌な顔される。キュンキュン星ありがとう。えそうそう、やっぱリズム大事だから刻んでたね。みんなの前でこうやって置いて指輪とかもわざわざ全部外して、いや外すならつけてくんねとか思いつつみんなでこう実況してた。うわ今こっちでしょとか言ったらいいうるさい。めっちゃガチでやってた。勝ちたかったな、一回も勝てなかった。えつむつむめっちゃ課金してるとか言ってたもん一時期。今はね分かんないけど、つむつむに課金って何を課金するんだろう。ガチャってことかな。ダンスより私最後の方つむつむの勝ち方とか教えてもらってた。マジで
あのつむつむダンスよりつむつむ教えてもらってたわ。なんかよい。え、このつむがいいよとかめっちゃ教えてもらってた。キム先生めっちゃ怖く見えるよね。てか私最初の頃本当マジ怖かったから。慣れてきたらねいいんだけどね、見た目が怖いよね。そうそう、実は優しい。で、なんて言うんだろう、プライベートっていうか、なんか裏にいるときは全然怖くないんだけど。ピザハットありがとう。あと逆転ないとありがとう。そう、裏にいるときは怖くないけど、なんかそうダンスとかぐだるとこれあ、でもな、できなくてもこれできないことには怒んないけど、なんか練習して間違えたとかできてないことには怒らないし、あの私は最初の頃覚えが悪かったから振り入れされても動画撮りますってなっても全然踊れないんだけど、それに対しては何も言われない。さあも練習してこいよみたいな感じだけど、え、結構さ、なんかさ動画撮るってなった時あるじゃん、あるんだけど、だから例えば1時間レッスンして1時間内に振り入れ終わって、じゃあ動画撮りましょうってなるの、大体1時間とか2時間とかになるんだけど、やっぱ先輩たちってみんな振りで早いから30分とかで終わって、はい動画撮るよってなるの。復習時間ゼロだから、やっぱりマジわかんないマジわかんないってなった時あって、で動画撮るじゃん、ぐだるじゃん、一人ぐだるじゃん。でもなんかね、もうね2年目ぐらいでは全然いけるようになったんだけど、1年目はマジでぐだりまくったけど、そういうのには怒んないんだよね。覚えが遅いのとかは初心者だからしょうがないっていう。タンベマーボーありがとうハート。え、そうなんよ、舞台監督さんとかなんか全然怖い、なんか全部を見てるじゃん、だから怖いよね。褒められたエピソード、一番褒められたエピソードわかんな、一番か。一番と言われるとむずいな。一番、なんかむずいけど、でもあのミルビーアイドル公演の中で一番可愛かったとか言われたかも。あのアイドル適性能力みたいなやつ今日のおもかは一番輝いてたみたいに言われて、記憶ある。でもカメラ回った瞬間キザになるとか、キザになる、あきら先生が、先生カメラに敏感だからね、もうカメラ来ないでよとか言うから。ケンジさんありがとうの言ってありがとう、配信をありがとうございます、初見ね、ありがとう。いや映りたくないって言ってめっちゃめっちゃまんざらでもないけどな、みんななんかメンバーよりアキラ先生のこと好きだよね、なんか俺らのアキラとか言って、私のファンの人たちもなんかツイートしてたわ、なんか劇場にたまに立ってる時あるらしくて、なんかモンカのファンから話しかけられてよとか言われたもん、なんかどうですかとか言って、保護者みたいに話しかけてくれたファンの人いたらしくて、
ちゃファンの人がアキラ先生と話してるって聞いたな。授業参加勝ちそうなんだけど、なんか間違いないドキドキしてますとか言われてたんか。あーでも私一番嬉しかった話っていうか、NMB のオーディションってまあいろんな人が決めるじゃないですか。最終プロデューサーさんもだし、あのもちろんダンスの先生もメンバーもで七期生はいたんだけど、結構そういうね運営の方とかいろいろいる中で、まあ多分この人なしこの子ありみたいな感じで決めてんのかな、あんま分かんないけど、その時になんか私があの私のことを欲しいって言ってたのはアキラ先生以外だったらしくて、そう、まあそれもちょっとおかしな話なんだけど、なんでだろうって感じなんだけどそう、なんかアキラ先生はなんか別にいらないみたいな言ってたらしいんだけどね、本人曰くね、本人曰く言ってたらしいんだけど、あのいつだったかな、なんか7期とあの明先生で7期の数名と明先生でレッスン終わりにご飯行ったことあって、なんかちょっとなんかあのちょっとなんかかましてたんだけど、なんかイタリアン食べながら、いやでもお前は入ってよかったよみたいなの言ってたそう、辞める手前になんかマジであの 入っててよかったとか言われたよ。だそれは嬉しかったかも。どっち笑う死ぬそう最初はいらないと思った。でも何人かいたらしいよ、七期の中でもやっぱり。お、地下鉄乗ってたの。聞こえますか？まあでもなんかさ、そういう、そう、なんか最初はこうだったけど、なんか来てよかったとか言われたら嬉しいよね。頑張ったなーって自分でも思うじゃん。ガチですごいよね、続けるってなんか難しい話だよね。普通に挫折しそうなるもん。だから何回も折れかけたしね。だから今12歳とかさ、そういう若い子がさ入ってるって聞くとさ、私より若い子たちが挫折とかをあの味わうって考えたらすごくない？なんか七期密着のアキラ先生会が好きかな。え、どれだろう、コンサートのやつとかなんか日々名言とかあったよね。NMB追ってないですよ、わかんない。ただまあフォローしてるからおすすめとかに出てくるかな。なんか蛍光ピンクみたいな衣装見ましたよ。アイドルってほんとすごいよね。出た、年齢になってきてくれてありがとうって7期に言ってた。何豚も手に入れてない、入れてない。何の豚？え、そうだよ、マジでその12歳の頃とかマジでドッジボールとかそんなことしてた。サッカーで転んだりした。
構奇抜なピンクだったよね。私はね、ああいうピンクね絶対似合わないから着れないみんな可愛いから着れるけど、私はちょっと客席にも現れるんだ。現れるって。トリーハートありがとう。エイジさんありがとう。推し知りたい。推しはイコラブのキアラちゃんです。あとね、最近できたキャンディーストリートのフーリーちゃんが好き。私結構なんかアニメ顔が好きなんですよね。二次元、え、ここ三次元、二次元顔。あきさんありがとうございます。いじさん誰もありがとう。ここ三次元か。なんかいつもさ三次元、え、一次元とかあんの。逆に2次元がアニメでしょ。で 2.5 次元がアニメと人間のハーフってこと。 2.5 次元なんとかとかある。あ、よくあるよね。もうよくわかんないんだけど、あれ人間じゃないってこと。人間だよね。一次元は点？え？点なの？点？人じゃないんだ。じゃあこんばんは。なんか毎朝朝起きると首とか痛いんだよ。舞台版とか言うんじゃない。あ、そうなんだ。じゃあ一応人がアニメっぽいことしてるのを 2.5 っていうのか。よくわかんないけど、人間は2次元、間違えて 2.5 次元と3次元ってことだじゃん。ミルさんがありがとう。私が幸せにするか、連絡してこないで。よいしょ。こんばんは。半分しか映ってないやん。ちいかわかと思った。近いわだった。そう、眠くなってきたんだよ。地下鉄乗るので気をつけて帰るんだよ。みんな今から電車で帰るのね。ウィングさんがバラの花束いっぱいありがとう。枕イベントだから寝てる。あ、そういうことか。そういうことにしとこう。そう、枕イベントだから。安眠女子安眠できないでしょこれ。
枕欲しいからね。寝たらバンされるんだって、危な。危ないじゃん、寝ちゃうとこだって。その爆睡してる人見たことないんだけど。寝ないよ、寝ない寝ない。これも枕のイベントだからさ、あのなんかいい感じに枕アピールしてできたらいいよね。枕、これハンギョドンの枕きっこいいんで。枕ってこれクッションなんだけど、おやすみとか言ったらダメでしょね。巡回してるのかね。TikTok 結構厳しいらしいよ。胸枕してもらいたい派、してあげたい派、え、どっちもいいどっちも大丈夫あの大の字になって寝たい、こうやってパーって。なんか腕枕ってさ首こりそうじゃない？だって私普通に寝てても首こるんだよ。ワイルドだろう。枕が合ってない、そうなのかな。手もしびれるしなとする側の意見です。手しびれるらしい。そんな無理しなくていいのにね。チューホシありがとう。可愛いっていうコメントで溢れてるよ、ありがとう。なんかさ、いい体勢がないんだけど。オーダーメイド枕やばいよね。肩凝ってます、首凝ってますって書こう。今で枕もらえるの結構でかくない？え、アバターまでどれぐらいだろう。ね、26万ポイント。そう、アップで見るとカラコンの色わかるでしょ。こんな感じです。あんまり私は裸眼の色とほぼ一緒な感じにしてます。ちょっと周りの縁が黒目。そう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 、マッチしてる。どんなアバター、なんか桃っぽい感じの可愛いのにしたいんだよね。の内藤さんありがとうございます。すぐるもハートありがとう。そう、何グラで前高級枕ゲットした。
2個で1万円ぐらいのやつだったと思う。なんかって聞いた。よいしょ。あ、ぐちゃぐちゃになっちゃったよ。今回はそれより高級その枕はね、だから消えちゃったの。マジやばいよね、消えたの。引っ越してきてから探したんだけど消えてたんだよね。大阪ではいっぱい使ったんだよ。メンバーが遊びに来るときにそれ使わせてた。むっちゃんち枕いっぱいだねとか言われて、あ、これショールームでゲットしたやつだよって。ショールームってか何ぐらいか、メンバーが持って帰っただったらまだいいわ。枕持って帰る人いないでしょう。一個は、え、そう、パパにあげる予定だったんだけど、なかなか持って帰ることなくて、であげるよって大阪引っ越す時に言ったんだよね。東京に戻ってくる前に言ったんだけど、それはどっか行っちゃった。ツインテールに生まれ変わりです。タブレットと同じように枕も壊した。やめて、本当にやばいこと言ってる。うまいね。いろいろ壊すよりやばいよね。反省してます。今ね、ニートの差はほぼ4000ポイント5000ポイントぐらいです。日高浩二さん、ありがとうございます。可愛いのギフト。1000ポイントどれぐらいだろう。タワー1個分ぐらい。そんなない。そうそう、1日5万ポイントだったら5、6、30。そうだね。でももうすぐじゃない。26万ポイントでしょ。25万ポイントまでいけばいいってこと。軽い計算でいくと、コスプレもめっちゃなくなってたわ。むっちゃんは元アイドルです。どこのアイドルさんなんだって来てた。こういう部屋あるよね最近ね。ドーナツ部屋って言うんだっけこれ。こんな部屋どうかな。ひらがなのひの部屋。コスプレ壊してない。コスプレなくすの。浅尾さん、チヤーン。1、2、3、4。ひみこ様、ひみこヘアです。
よいしょ。外してこうやってさ、寝てた方がさ、入りやすい。上からの方が入りやすいね、こうやって。ほら。影すごいけど。私はこうやってクッションに埋もれるのが好きです。そう、猫耳やったことある、アイドル時代に。こんにちは。なんでこいつゴロゴロしてるんだろうって、もし思った方いたら、枕イベントなので、むっちゃんの枕は、むっちゃんのあのソファーの枕はこのハンギョドンのクッションなんですよ。おやすみって。そう、今はアイドルじゃないの。すぐるさん、かわいいのギフトありがとう。前髪が伸びきってます。もうすぐね、髪の毛染めるんですよ。楽しみ。だからもっとお願い、背中にちょっと開けてちょうだい。長さ変えないかな。切るか切らんかは考えてます。短くはしないと思うけど。そうなの、なんかね、枠ね、わかんなくてアイドルになっちゃってます、勝手に。髪色ピンクはしないよ。ハイトーンすぎでしょ、いきなり。いきなり違うか、ハイトーンじゃない、なんていうの、奇抜カラーみたいな。いつかボブしたいね、また。今はしないかな。するってなったら言うね、みんなに。するかも。でもみんなさ、なんかロング派の人とかも結構いるんだけどさ、ロング派なのに、なんか私がもしその髪の毛変えたいって言ったら、そっちがいいと思うって私の話して言ってくれるの。自分の好きなものより私が迷ってるものの方がいいと思うって言ってくれる。めっちゃ優しくない？感動するんだけど。クマやばい、めっちゃ見てる。爆脇ポテトってことですか。そう、どっちも可愛いね。やばい、くしゃみ出そう。この対戦でくしゃみ出たら終わり。こんにちは。枕がこれです、今。これまだ2人しか配信してないの？
どうなんだ。自分で可愛いの分かってるの押せる。可愛い可愛いの分かってない。やばいやばい、これ日本になっちゃって。私の盛れる角度はこの辺かな。仕事で注意されたので缶に銘じとこうと思う。今の職場以外で必要としてくれるとこあるかな。あるよ絶対。ないわけないじゃん。てかその今の職場で入れてるってことは別に他のところでも絶対できる。てか私のところに来てくれるってことは絶対できます。ほんと今2人しかしてない。じゃあ私2人で戦ってるの。絶対もらえるちゃうじゃん。これ3万1000ポイントの人誰？これだってあれ？どういうこと？どうやって見んのこれ？木崎健さんありがとう。明日からで漏れません絶対に。肝に銘じる。肝に銘じる。無理。の差ってこと。これあみんなみんな嘘じゃん。え、あ元 AKB の方と元 NGT の方もえ、エントリーしてるんだ。ごめんなさい、私エントリーの人がどうやって見るのか分かんなかったから今初めて見た。え、これ2位の方は今ポイント、え、でもこれからだと思う。みんなもっちゃんは早い時間帯で今配信してるのでポイントが、あ、下がってことなのか。めっちゃ近いじゃんと思ってた、ずっと。そういうことね。なんかずっと一緒のレベルで追いかけてくるからさ、なんでなんでって思ってた。みんなもそう思ってたでしょ、絶対。違う？違うの？確かに、いっぱいになってる。どの方が、48だった方なんだろう。え、思ってない。私だけじゃん、じゃあ。あれ？マジで？私はずっとそう思ってました。チャッケーさん？確かにめっちゃ可愛いわ。顔はあんまり見えないけど。今この方可愛いなと思ったらこの方だったってことか。しげたん星ありがとう。ちょっけさんもーちゃんの方が可愛い。優しいもーちゃんのファンで。支援すっか。よっと会いに来てね。
大竹さん被ってないかもしれないですね、私と。あ、みんなのおかげでもうすぐアバターまで262,837ポイントになりました。まだみんな始めたばっかりなのと、あのみんなまだ配信始めてもない。むっちゃん気合入ったわ普通に。もっこちゃん、もっこちゃん気合入りまくってました。今日はイベントだイエーイって言って思ってた。アバターゲットすんぞーと思ったんだけど、ララベルイブさんありがとう。20日以上も毎日配信してんの、やばい。それはもうすごすぎる。だ365日が1年でしょ。3、6、9、12、え、3、6、9、12、14、16、19、え、7年とかってこと。え、マジで。気合入ってるのよ。だってほら枕これだから。そう、アバター自体は30万ポイント以上なの。第一目的はアバターです、もちろん。7年前もっちゃんいくつ、え、3歳、あ、違うか、あれ10…27年前、13歳、3歳やばい。やば、マジで嘘つけ。めっちゃ嘘だった。今10歳で腐ってきた。そう、今の年齢、いえ算数できない、算数できないっていうか今のは間違えました。よいしょ。うわ、起き上がらなくなりますね、こんな体勢になったら。よいしょ。あ、ぐちゃぐちゃになってる。みんなのためにポニーテールにしたのに、いつの間にかこんなにぐちゃぐちゃになるなんて。うわ、みんなギフトありがとう。カフェオレと逆転の内藤さんありがとうございます。そう、ゴロゴロしたらさ、ぐちゃぐちゃになるのよ。今日ワックスもつけて固めたのにさ、配信でゴロゴロしちゃった。痛い。あ、今3本ぐらい抜きそうになってた。危ない。なんか普通にマジでさ、時の流れ早すぎじゃない？やばい。時ってマジで進むの早いから、いっぱい行きたいと思います。はじめまして。
しげたん、おしありがとう。今日飲み物ここに持ってくるの忘れちゃった。首痛い。ほら、みんな首痛いんだよ。わかるまで考えよう。一番いいのねねたち。おいでよ。今日はシャインマスカット食べてないんですよ。ママー、ママー、最近 TikTok 撮ったんだよ、撮ったんだけどボツすぎてさ、今日撮ろうとしてたんだけどどうしようかな。明日撮ろうかな、明後日、今週中にちょっとため撮りしようかな。最近漏れる方法が分かった。ママもしかして配信見てないんじゃない？あ、見てた。え、シャインマスカットもなんだけどさ、あの私のさ、マイケルコースのカバンとさ、あのお水持ってきてくれる嫌な顔してた。シャインマスカット、シャインマスカットボンボンが来ました。まさか見てました。私のカバンどこ行ったんだろう。うん。なに？ママ可愛いってコメント来てるよ。手振って。こうやって手振ってた。みんなファンさん逃しちゃったね。ちょっと私あのロキソニンを飲みたいと思います。常備してるの、カバンに。カフェでハートありがとう。右後ろに、あ、これはね、別のカバン、ミユからもらった誕生日にカバンです。私いつも頭痛いから気にしないで。うん。38万ポイント。あ、38万ポイント。38万ポイント、もう達成ちゃってんじゃん。それはシャインマスカットボンボンです。うん、ありがとうございます。毎日1時間以下しか配信してないのに見てくれてありがとうございます。今日は
今1時間半経ちました。生産農家が急激に増えて、あ、そうなの？私もやろうかな。週間とどうだろう。うん、してくれてる、ありがとう。50カウントなくなったよって来てる。なくなっちゃったのかな。あ、マジらしい。ビングさん星ありがとう。50カウントってものはなくなっちゃったらしいよ。いつからなん？なんかさ、変わりすぎだよ。変わっちゃってるらしいな。死になったタイミング。あ、そうなんだ。むずすぎね。変わりすぎだね。昨日家でしゃぶしゃぶしたんですよ。美味しすぎて3回ぐらいおかわりした。しゃぶしゃぶ嫌なんだけど、これ。あ、ご飯は全然食べてない。1枚ずつしゃぶしゃぶして、私ポン酢派なんですよ、ずっと。でも昨日パパがごまだれのニンニク入ってるやつ、これ美味しいよって言われて、いや私ごま派じゃないからとか言ってたんだけど、食べたら美味しすぎて、やばいこれは格別じゃないかってなりましたよ。こっち美味しかった。ごまだれね、そんなに好きじゃないんだけど。おっ、あと25万6000ポイントぐらいだって。6000ポイントぐらい、25万ポイントまでいったらやめようかな。あかん、もっちゃんと結婚できな、どうしたの、どうしたの。ごまだれが好きなの、もしかして。
酢苦手。あ、私ポン酢大好き。ポン酢、梅ソース、マヨネーズ大好き。マヨラーです。今日ね、ファンクラブのなんだっけ、ファンレターでファンの方がね、スナイデルホームのパジャマのもっちゃんが言ってたやつじゃないんだけど、可愛いの買ったって言ってくれて楽しみな。ふと言ったやつをね、覚えててくれるんだよ、私の人。10月30くらいまで、来月末までファンクラブ使えるので、ファンレター待ってますね。ラーちゃんと申します。よろしくお願いします。こちらこそです。はじめまして、日高浩二さん、おしっぱありがとう。めっちゃあと5800ポイントまでとりあえず続けてます。今日はね、みんながね、いっぱい協力してくれて頑張ってます。長い時間練習すると私は頭痛くなってきちゃうんですよ。ケンケン推しありがとう。ここら辺超硬い。見るいい感じ。嘘、もう変えるよ、暗くするよ。100キラありがとうございます。ファンネームはないんですよね。ちなみにスナイダーの可愛いって言ってたの水色だった、水色だったけど、ジッパーみたいな色だった。ただいま。ドンブラコはレヌビ時代のファンネームです。今のファンネームはありません。ドンブラコです。ドンブラコの子は子供の子。ドンドンドンブラザーズ、ドンドンドンブラドンブラ。3話ぐらいで見るのやめちゃった。なんかお話し会でね、ドンブラザーズ頑張って見るみたいな私言ってたから、ドンブラザーズ全部見たんだよって言ってきて、何も話が分かりませんでした。ごめん見てないって言った。もっちゃんが見るって言ったから全部見たのにって言われた。まだかな、ファンネームはいつかどこかで決めたいけど、結局1話見なかった。私は1話頑張ってみた。録画するの忘れて結局見るの忘れたんだよ。パータ星ありがとう。そう、ドンブラコは東の都からドンブラコだから、今はもう帰ってきちゃった。
ねえみんな、やばいやばいやばい、みんなみんな今目覚めたよ、超眠かったのに。ねえ見て、2位の人と2474ポイント差だよ。やばい、辛いこのプランパ。もっちゃん2位になっちゃう、これ。ちゃうよ。負けず嫌いだからやめれないよね。だから言ったじゃんこれみんなまだ始めてなかっただけだった。これ見方わかんなかったんだよね。ショールームのイベントの仕様がわかんなくてさ。ポンポンプリスケ数、なんて読むんだろう。カズマサさん、しげたんありがとう、ね、どんぶらく外さなくていいよ。新しく決まったら、あのぜひつけてみてください。あ、すごいタワー立ってるのね。まあでもこれ1日目だからね。オリジナルアバターが作れれば全然いいんですけど。びっくりした、私こうやって左目で見たらえーってなった。8年やってる、あ強いね。じゃあなんか2週間目だよ。そう、新しいねルームなので、まだ私のフォロワーは700人しかいません。前はね8000人ぐらいだったんだけど、そうみんながね、最近気づいた人もいるらしい。え、配信してたのって言われる。生まれたての小鹿みたいな感じ。まあ明日も頑張るので、結局ねこういうのって最終日とかが大事だから。お、スノーマン、クマありがとう。救世主クマちゃんが来た。クマちゃん、こんにちは皆さん。こんな長く配信してる人、配信してると思ってないよねみんな。今来ただって、やっほー。今ね、アバターイベント何のイベント、ね、アバターを作るために30万ポイント突破しようと思って今イベントに参加してて、なんか安眠女子とかいう、あ、枕のイベントです。とりあえずアバターゲットがね第一優先のあれなので、そう、まだね配信続いてるの。私ももうねいつやめたらいいかわからなくなっていますそう、本当だ、5000ポイント超えた。インスタされてますよ。ぜひ浅尾桃花で調べてもらえたら出てくると思います。
エイジさんバラありがとう。全然いいんだよ。今日からあと6日間か配信するので、ぜひぜひみんな見に来てね。キラキラありがとうね、ジョキンさん。ジョキンさんありがとう。声が枯れてきたぞ。おやおや、そう、なんかね、初心者向けイベントのやつはルーム1じゃなきゃダメらしい、ルームレベルが。でももう教えてもらった頃にはもうルームレベル2になってたんですよ。悔しいんだけど、そんなに簡単にねできたのにってみんなに教えてもらって、え、いけるかな今って言ったらルームレベル2でした。もうそれやめようかな、結構長くやってるので。また明日もやって、でもね、お仕事の日がね、早い時間しか無理なんですよ。うん、スノーマンお疲れのギフトありがとう。じゃあちょっとランキング読んじゃおうかな。13位、逆転の内藤さんありがとうございます。12位脱力系定時ありがとうございます。11位しげたありがとうございます。10位日高浩二ありがとうございます。9位カフェオレありがとうございます。8位プリスケありがとうございます。7位タンベマーボーさんありがとうございます。6位スノーマンありがとうございます。ギリギリに来てくれた。5位ジャイアンありがとうございます。4位モチーフはありがとうございます。エイジモチーフ、エイジ忘れてた。4位モチーフありしちゃった。3位タヤピーありがとうございます。2位がケンケンありがとうございます。そして1位はウィングさんありがとうございます。ウィングありがとうございます。そう、今日の貢献ユーザー1位でした。ありがとうございます。みんな来てくれてありがとう。とりあえずね、アバターがゲットできれば今日の配信じゃない、今回のイベントの意味があるのでね。明日の配信時間ちょっとまた決めるね。ちょっとどうしようかね、今ね考えています。そうなの、なるはやで告知しますので。リュウトウさんありがとうございます。では終わろうかな。皆さん長時間見てくれてありがとうございました。また明日も配信するのでぜひ来てください。ではバイバイ、またね。